まあ、今回のテーマが割とその、まあ、中世っていうかそういうようなテーマがすごく伝わってきてたので、非常に楽しみながらやらせていただきました。そうですね、僕は本当にテレビゲームがすごい好きで 疲れた時であったり、また、まあ、もちろん疲れてない時もそうかもしれないけれども ブレイクということで、本当にテレビゲームであったり、まあ、もちろん音楽を聴くことであったり、テレビを見ることもそうですけれども、家の中でひっそりと休んでおります。まあ、CM 撮影なんかもそうですけれども、やっぱ機械がすごい好きで そういう中でなんか自分が見慣れない機械とか、あとは自分が見慣れないヘッドホンとか そういうのを見るのはすごい楽しいです。いや、今ね、音声さんがつけてるヘッドホンがちょっと気になるんで、ちょっとメーカー探してみようかなとか 思ってますけど、自分の脳機能と自分の心、その冷静さと、情熱的なものを常に融合させようっていうのは、演技前毎回ブライアン・オーサーコーチと喋っています。はい、あれもう悔しくて仕方ないです、本当に すごく未だに自分の中で納得ができてない部分です実際表情で演技した方が楽でした。楽です。絶対4回転ループの方が楽です。とりあえず多分今日の夜ひたすらやってると思います ブレイクタイムの後はホワイト。さあ笑って。いつも輝く笑顔にきしりとおる。ホワイト。